まだバイゼルにつかねえのか。一体どうなってやがんだ。なんだ。よっと、びっくりした。なんなんだよこの船はよ。気配を感じるよ。でもなぜかとても弱いの。こんな奥のところに精霊さんがいるんですか。わからない。もうちょっと様子を見るしかないわね。何かいるよ。気をつけて。邪魔なやつが出てきたレジね。俺たちの敵じゃなかったな。
さらに強くなったわ。せい。全滅させたようだな。なかなかの品だな。いい買い物したわ。なんだこりゃ、公開日誌？気持ち悪い。こんにちは。どうも、私幽霊マニアのマタロウと申します。とうとう念願の幽霊になることができました。十分満喫しましたので、そろそろ帰ります。この感動をあなたにも、さようなら。
しまった。死んじまったのか。これはさっきの人に呪いを移されたのね。この呪いをかけられたら別の誰かに呪いを移さないと一生この船から出られないよ。別の誰かって言っても、あ、来たね。しかし鬼出やがったな。なんてやつらだ。どっちもどっちだと思うけどね。あなただって今一瞬仲間を犠牲にしようとか考えたんじゃないの？ビビビ、バレたか。とにかくこの呪いの元になるものはこの船のどこかにあるはずよ。それを残されたみんなで探しましょう。頼むよ。もし探すのが嫌になったらいつでも変わるから言ってくれ。やり、さ、交代交代。
略頼むぜジンないで先を急ぐぞ協力してぶっ倒すぞようこそ我がさまよえる魂の船に。仲間の呪いを解いて俺たちを解放してくれ。方法は一つだけ、私を倒すことだ。Yes!
よくぞ、我が迷える魂を解放してくれた。喜んで力を貸そう。仲間の呪いも解けたであろう。もう、冗談じゃないわよ。幽霊なんて、もうゴリゴリだわ。ここにいるということは、闇のマナストーンもこの船の中に？いや、闇のマナストーンは失われし石、もはや現世には存在しないだろう。かつて世界大戦が起こり、古の神獣以来世界が二度目の危機を迎えた時に、闇の力が増大し、闇のマナストーンだけ封印が解けてしまったのだ。では闇の神獣が、いかにも。大昔、人間たちは古代魔法と呼ばれる呪法によってマナストーンのエネルギーを平和に使った。やがて人々はエネルギーを奪い合うようになった。闇の魔物たちはここにつけ込み、世界を戦乱の渦へと巻き込んでいった。光の司祭さんも
同じことを言っていた。ついに闇のマナストーンの封印が解け、神獣と闇の魔物たちにより世界は滅亡寸前にまで荒廃した。それ以来マナストーンは失われ、住処をなくした我が魂はこうしてさまよえる幽霊船となり、長い時を後悔してきたんだ。その後、闇の神獣はどうなったの？滅亡寸前で回避できたのはなぜ？わからない。なぜか忽然と闇の神獣は魔物たちと共に消えてしまったのだ。それから長い年月が過ぎ、世界はよみがえった。だが闇の神獣は消えたわけではない。おそらくこの世界とは別の異世界で再びマナストーンに姿を変え、この世界のどこかに影を落としていることだろう。だとすると、人間たちにはマナを減少させる方法がないのに、こんなにもマナが少なくなってしまったのには闇のマナストーンが関与している可能性があるわね。でもどうして？魂が解放された。この船が消えてしまう。と物価、あの様子じゃ噴火が近そうだぞ。なんとか早くこの島から脱出しなきゃ。
脱出方法を探さないとね。